日前に家族で県内から引っ越してきたばかり。へえ、そらさんとこたわしから引っ越してきたんだ。うちも親戚が住んでるからたまに行くのよ。県内って言っても土地勘ないから、こういう主婦同士のサークルがあってとても助かります。なんでも聞いてよ。特売日のことなら大体把握してるし。わさびさんはチェックすごいよね。みんな大体わさびさんにセール情報とか教えてもらってるよね。どうわせ。最初は不安もあったけど、メンバーさんたちの対応もみんな優しくて、お店の情報交換も地域での交流も助かるなぁと最初は思っていた。絵本もあるわよ。ありがとうございます。そう、あの事件までは。あ、そういえば子供服のリサイクルショップとかこの辺ってあります？フリマとか売らなくても譲れる場所や機械があると助かるんですが、引っ越しの時にかすみが小さい頃の服がたくさん出てきちゃって。それならうちで引き取るよ。うち上の子が男子でこの子が女子だからお下がり使いにくくて、むしろ助かるわ。本当ですか？ならぜひ娘ちゃんが着られそうなサイズがあれば持ってきますし。あ、いいよいいよ、全部まとめて宅配でうちに送ってくれたら。量あるなら大変でしょ。住所教えるから着払いで送って。イサメさんはああ言ってくれたけど、さすがに着払いは申し訳ないな。これとかまだ綺麗だよね。お言葉に甘えて、不要な子供服はひさみさんのお宅に初払いで引き取ってもらうことにした。しかし次の日の夜。お、ひさみさん、荷物着いたのかな。ちょっとそらさん、一体どういうつもりなの。かすみちゃんが着てたみたいなメーカーブランドのやつが一着もないじゃない。本当に売りもできない安物ばっかり入ってるけど。ひさみさん、まとめて送っても大丈夫ってお話だったので。でもかすみはもともとおとなしい気質もあるし、ほとんど使用感がないものも結構あったと思うんですが。そういうことじゃないでしょ。社交辞令もわかんないの。前に来てたようなタワゴやカッパモッチのお風呂がもらえると思って引き取ったのに。あのあたりのサイズアウト服はないの。あれは私の父母からのプレゼントで。くれる気がないならもういいわ。一方的にすごい剣幕で通話を切られてしまったのだった。そして次のサークルの集まりではすでに、ソラさん、イサメさんの好意をいいことに使えないゴミばかり送ってきたって。そんなことする人に見えないけどな。ソラさんも来たばっかりだし、私たちもそこまで彼女のこと知らないから。元チーマーでサークル内で優遇しろって脅してきたって聞いたけど。あることないことっていうか、ないことばかり噂されてる。ソラさんたら言っちゃったわさね。サメさんのご機嫌損ねるなんて。やれやれわさ。バカね、手間賃として荷物にいくらか包んでおけばよかったのに。いや、現金そのまま荷物で送ったらそれ違法行為ですし、っていうか比較的綺麗でまだまだ使える衣類をちゃんと選別して送ったんですよ。ケリア礼節より法律を叩きなのよね。ソラさんって悪情な人、もう言いません。え、いや、はぁ。他のサークル員さんも真偽をつかみかねてる感じか、その日はずっと微妙な空気が流れていた。ソラさん、お茶飲む？ありがとうございます。なんか疲れたし、一旦出直して明日またフォロー考えてこよう。サメさんがそんなことを？ここ最近私も顔出せてないんだけど、すっかりボスみたいになってるのね。アルミさんはここ住んで長いって言ってたから、ちょっと知恵をお借りしたくて。私でよければお隣のヨシミだし協力するわよ。好意にしてくれているお隣のクルミさんの手も借りて、サークルの人たちに事の顛末を説明。あー、やっぱりあれサメさんの嘘なんだ。だよね、彼女の気に入るものが荷物に入ってなかったらしくて、その腹いせで。イサメさん、ここ最近で急にお山の大将感出してきたっていうか、ここだけの話、あの女子中学生みたいな感じに疲れてきちゃった人も結構いるみたいでね。結構圧が強いっていうか、たまに独特の常識持ち出してくるのよね。集まりやイベントは毎回取り仕切ってくれて、それは実際助かってるんだけどね。とにかくソラさんに火はないし、まともな人だって他の人たちにも話しておくからね。ありがとうございます。イサメさんやわさびさんへのモヤモヤはありつつ、ひとまず噂は沈静化。そんな中、ある日の縁返り。あ、そういえば会費今日払うんでしたよね。ちょっと今持ち合わせなくて、そこの ATM まで行ってきます。わかったわ。私もいるから、かすみちゃんはここでママ待ってる。待ってる。しかし数分後戻ってきたら。どうかしたのかすみ。私も今来たとこなんだけど、かすみちゃんが一人で泣いてて、そ
外出してたの？カクカクシカジカでわさびさんにお願いしてたんだけど。かすみ、何があったの？なんで泣いてるの？わさびさんは？あら、かすみちゃんどうしちゃったの？お待たせ。わさびさん、ひさめさんも来てたんですね。かすみを見てくれてたんじゃ。トイレくらい別に行ってもいいでしょ。さらに帰宅後、あれ、かすみ、今日途中で脱いでたカーディガンどうしたの？カバンにないよ。あれはその なくしちゃって。あれ、じいじたちからもらってすごいお気に入りだったでしょ。普段なくしたりなんてしないのに。忘れたなら探しに行かなきゃ。なんでもない、わかんないの。かすみ、それさ、わさびさん、子供になんてことするんですか。なんか変だと思ってよくよく聞き出したら、私がいない隙にあなたがだって人は。あなたのママが非常識なのがいけないのよ。罰よ罰。ママを許してほしいならカーディガンを渡してちょうだいね。子供相手に大人として子供を持つ親として恥ずかしくないですか。はあ、そもそもあなたが礼節を書いたのが大人として恥ずかしいことでしょ。私は優しいから、古着の処分手数料と慰謝料を払えばサークルの強制大会は見逃してあげるわよ。ちょっと何言ってるかわかんないな。こちらで普通に窃盗として通報してもいいんですよ。窃盗だ。ちゃんとかすみちゃんには了解を取って譲ってもらったのよ。今度こっちから2人でソラさんのお宅に出向いてあげるから。謝罪を用意してもてなしてくれたらカーティガンも返してあげるわせ。なんだ、あのモンスター2人。カーディガン返してくれなかったし、ほんとマジで通報案件。いや、もう返すもの返してもらったらとっとと抜けよ。あまりのクソ運営っぷりに私は大会の決意を固めた。そして一方的な指定の当日、どうせ新居建てたなんてのも強制よね。建て売りの格安物件か、まさかボロいアパート住みだったりして。立派なお家。名簿の住所だとここだけど、本当に何かの間違いなんじゃ。立派なお家。あら、ひさめさんにわさびさん、ご無沙汰です。あら、くるみさん、あのお隣ってソーラさんの？さあ、そうなんですよ。数年前にご夫婦で起業されたんですって。すごいですよね。ソラさんはかすみちゃんが生まれてから時短で働いてるそうですけど、かっこいいわ。そういえばソラさんにご用でした？ちょうど今さっきご家族でお出かけになられてましたけど。約束するなんてバカにして。カーディガンの1枚や2枚帰ってこなくてもいいってこと？おまけにあの家、うちの旦那の勤め先は業績不振だってのに許せない。ねえ、わさびさん。ひさみさん最近すっかりジャイアン化してるからサークル内でも反感買ってるし、ソラさんが来てから特にむしろ主催側の私たちの方が孤立気味。あの邸宅とくるみさんの反応を見る限り、財力もチンポもソラさんの方が上。ちょっとソラさん、どういうこと？私たち今日行くって言ったわよね。まさか本当に家まで来ていただけるなんて。てっきり社交辞令かと思ってました。ごめんなさい。ところで、かすみの大事なカーディガンなんですけど、本気で警察への通報を考えておりますので、お家でしたらポストに入れておいてくださいね。そこまでしなくても。わかった、入れておくから。通報はやめてよ。やね。でも管理隊、うちのサークルに来られると思わないことね。ありがとうございます。大会手続きの手間が省けました。後悔しても知らないわよ。ざっくん、なんなのあの態度。ありえないんだけど。やっぱりソラさんの方が1枚も2枚も上手な感じあるわさね。ボスダルはほっといて、そろそろソラさん側に通行って。カーディガンは帰ってきたものの、ひさめの傍若無人な振る舞いはメンバー経由で周りにも拡散。一方、ご近所から孤立してしまったのはひさめの方だった。無事退会したことだし、今度私が新しく不用品のリサイクルができる交換会サークルでも作っちゃおうかなって。いいじゃない、私も一緒にやっていい？もちろん、心強いよ。私もソラさんのところ入っていいかな？結局向こうのサークルやめちゃって。嬉しい。
けどなんかほぼあちらのメンバーがそのまま映ってない？そうなんだよね。あっちからはほとんどのメンバーが抜けちゃったみたいで、今はもうひさめさんとわさびさん 2,3 人しか残ってないんじゃ。あらまあ。へえ、大変ね。私もこっちに入るつもりだし。あのわさびさん、社交辞令なら結構ですよ。こんな庶民的な集まりにわざわざ入ってくださらなくても。わたーい、いやすのわさびさん、ひさめさんの腰巾着だったじゃん。ひさめさん株が大暴落したからっていくらなんでも調子良すぎない？どうする？長い。新しい集まりはフラットで気軽なものにしたいから、変な権力関係とか発生しないように私たちも応用するつもり。わさびさんもそのつもりで加わってくれるなら気軽に楽しくやりましょう。あとでかすみにもちゃんと謝罪と訂正してくださいね。そらしん、こんなわさで手のひら返しして悪いけど、こちらは抜けます。ひさめさんもちゃんと謝ればきっと受け入れてもらえるわさ。やな、なによそれ。なんでこの私が頭下げないといけないの。そんなわけでいつもの公民館。なによ、私だってまた人集めくらい。この時代ご近所友達にこだわる必要もないんだから。もなしたやママ系アプリで主婦仲間募集すればきっとたくさん。そして1ヶ月も経った頃、そういえば最近サメさん近所でも見かけないね。声かけたのに。ああ、なんかアプリ経由で集まった人たちがひさめさん以上にヤバい人たちばっかりだったらしくて、その人たちが公民館の会議室に不要品やら持ち込みまくって私物化して、結局出禁になったんだって。今ご自宅で続けてるのかしら。大変だね。なんでうちがこうなるのよ。もういやー、サークルなんてやめて引っ越す。その日からしばらく片付けに追われるひさめの悲鳴がこだましたという。